皆さんこんにちは。トルコ在住の野中郁美です。今日はトルコ黒海地方にあるトカットのトカットケバブをご紹介したいと思います。実は私も最初にトカットケバブを知った時はこんなケバブもあるんだってちょっと驚いたんですけれども、焼き方がとても特殊です。ケバブと言いますと、トルコ料理代表されるものの一つなんですけれども、普通ですとシシケバブのような、串焼きですね。でそれを横にして炭火で焼いたものを連想されるかと思いますけれども、ご当地グルメと言いますかご当地ケバブがたくさんあります。トカットのトカットケバブもそのトカットの特殊な、ケバブの一つだと思ってください。今回訪ねたのはトカットの中心地から5、6キロのところにありますイシェリレストランさんです。ここはもうトカットケバブの専門店としてとても有名で、地元の方がよく訪れているところです。トカットケバブの特徴としましては、まずご覧になっていただくのが一番いいかと思いますけれども、焼き方が特殊です。この焼くためのオーブンっていうんですかね、この焼くところっていうのが、今現在ではそのトカットケバブのレストランなんか行くと見ることができるんですけども、これ実はねそのレストランだけにあったものではなくて、例えばトカットの近郊のですねブドウ畑があるような農園さんとか、そういった村の方にお家がある方、お庭にね大抵このケバブを焼くためのオーブンがねお庭にあったりするんですね。で実際私もトカットのお友達の農園を訪ねた時に、その農園の中にトカットケバブのためのちゃんと、焼き場というか、オーブンがねあったのを見ました。ですからこれとてもね一般的なんだそうです。でトカットケバブで欠かせないまず材料ですね、もちろんお肉、一つ目にお肉があるんですけども、このお肉も限定されてまして、羊さんのお肉を使うんですけれども、だいたい5ヶ月から6ヶ月の、若い羊ですね、子羊の、男の子の肉に限定されるそうです。でこれが一つで、もう一つは、パトルジャン、ナスです。これはこのナスとお肉を交互に重ねていったりとかするんですけども、その時に使いますね。でナス、それからあとピーマンというかね唐辛子に近いものなんですけども、トルコではビベルと言います。これはトカットのビベル限定なんだそうです。ちょっと小ぶりで味の締まったようなビベルがあるそうなんですけども、それを使わないとトカットケバブと言えないそうです。それ以外にジャガイモ、そしてあとトマトですね、これらを使っていきます。でもう一つ別個にニンニクも焼きます。でそれらを、特殊な焼き方で焼きまして、最後にお皿に盛り合わせて盛り付けて、テーブルに食卓に、置かれるんですけども、もうとにかくなんかねすごくお肉の味も美味しいんですね。で油が流れ落ちるような焼き方をしてますので、さっぱりしてるんですけど、この油のコクがあるという、とても不思議なケバブで、私はもうとにかくお気に入りで大好きなんですけども、トカットに行くとも必ず食べます。でこの焼き方なんですけども、この焼く時に一番上にクイルックヤというのを乗せます。このクイルックヤというのは、尻尾の部分の、油分なんですけども、この油がねケバブ全体に行き渡ってとてもコクのある美味しい味になります。これがトカットケバブです。オーブンの中、普通横にして焼くんですけれども、トカットケバブは縦に吊るして油、一番上にある油ですね、それが串を伝わって下に垂れ流って味がつきます。でさらに余分な油が下に落ちていくので、とても美味しく、しかもそうですね、意外と思ったよりは食べやすいです。でナスと羊の肉を使っています。でここでは1日だいたい600本の獅子ですね、ケバブを作っているそうです。Thank you.
これはセミ、クゼって。クゼ、クゼパパケバブ、グゼチになるのか。うん、オーマスセット、セット、あれセット。うん、これはホミズ、ギルシャップ、ギルシャップパスはチポじゃん。えね、これはイエチシミュース、バルチョ。えね、これはイエチシミュース、これはユミュース。ギュンデ、むしろ、カチタネ、シシサトウコテアネ。ギュチュール、アウトゥーズ、アウトゥーズ、もしかしたらアウトゥーズ、イエチュー。これが出来上がりのトカットケバブです。ナスと羊の肉ですね。あとビベール、パタテス、ジャガイモ、そして丸ごとニンニク。これが3人前です。皆さんいかがでしたでしょうか。映像を見ていて私もトカットに行きたくなりました。トルコに遊びに来たらトカット方面でぜひこのトカットケバブを味わってみてください。今日はここまでです。よかったらチャンネル登録といいねをよろしくお願いします。では次回お会いする時まで、さようなら。